皆さん、こんにちは。今日は、おつひを用いながら、交互作用のコンセプトについて学んでいきましょう。交互作用、英語でインタークションと言いますが、交互作用とは2つの因子の組み合わせで、初めて現れる相乗効果のことを言うとよく言われますが、このように捉えてしまうと非常にわかりにくいんですね。臨床研究の場合は、効果就職として捉えるとよりわかりやすいです。例えば、納豆を食べると、ワーファリンが効かなくなるなど、 ワーファリンの効果は納豆を食べるか否かで変わるということ。納豆というのはワーファリンの効果を変えてしまうような効果就職因子であるというふうに理解できます。この場合、ワーファリンと納豆がインタクションを起こしているというふうに説明しても間違いではないんですけれども、何の効果が何によって変えられるか、 というやはりこの効果就職の考え方で捉えた方がえしっかり理解が深まると思いますえ例えば特定の遺伝子を持った人に特定の薬剤がより効果的であるなど薬剤の効果を調べる時には大変重要な統計的コンセプトなんですねそれではおうちのデータから効果就職を理解していきましょうクリニカルクエスチョンは飲酒は肺がんの発症と関連があるかというクリニカルクエスチョンを見ています この場合、1700人の飲酒ありの被験者と2300人の飲酒なしの被験者で肺がんの発生率を比べてみました。オう比を計算すると、オうつ比は1.67になります。これがですね、喫煙でこれを喫煙ありなしでデータを分けて、層別解析を行ってみました。層別解析というのは別名サブグループ解析とも言います。 4000人のうち1000人は喫煙者でしたということで、この1000人の中で800人の飲酒あり、200人の飲酒なし群に分類をして、肺がんの発症率を比べてみました。おっず比は1.00になります。これをもとに、喫煙者においては、飲酒というのは肺がんに関連なしという結果になるわけですが、非喫煙者のデータを見ていきたいと思います。非喫煙者では、 900人が飲酒あり、2100人が飲酒なし。えこの2群間で、 肺がんの発症率を比べてみました。その場合のオッズ比は、なんと4.75になるわけです。で、これを見ると、オッズ比が1位を超えるとリスクが上がるということになりますので、非喫煙者では、印象することで肺がんの発症に関連性があるのではないか、という結果になるわけですね。で、これはもちろん、教材として作ったデータになりますけれども、このように、被験者の背景ですね、タバコを吸うか吸わないかによって、 見たい研究因子。今回は因子になります。因子が肺がんの発症に及ぶ効果が変わるということで、このデータでは喫煙というのは効果収束因子になるのではないかというふうに考えることができます。因子は肺がんの発症と関連があるかということで、全員のデータを見ると関連ありと出る。 え、層別で分けてみると、サブグループですね。で分けてみると、喫煙者では関連なし、非喫煙者では関連ありと示唆されるデータが得られた。で、これはですね、研究対象となる飲酒の効果が、喫煙ありなしによって変わっていると。 というところで、インタアクションを見る解析に流れとしては進んでいきます。インタアクションの解析としてはですね、この2つのお次が統計的に有意差を持って違うかどうかの検定を行う必要があります。このデータでは1と4.75とお次は開きましたが、将来的に得られるデータに関してもこれぐらい違ってくるかというところで、統計的な確からしさというところを見ていくわけですね。効果収集、インタアクションの解析は、 回帰分析を使っていきます。ッズ比を用いた回帰分析はロジスティック解析を用いますが、この場合ですね、飲酒と喫煙でインタアクションが起こっているかどうかの解析は、掛け算の項をモデルに入れる必要があります。ここですね、ドリンク×スモークという掛け算の項が入ります。で、すべてのソフトウェアでーるものですが、 掛け算の項を入れるためには、それぞれ単独の項もモデルに入れなければいけないというルールがありますので、ドリンクだけ、スモークだけ、そしてドリンクとスモークの掛け算の項を入れて、この掛け算の項の統計的優位さを見ることで、インタアクションが起こっているかどうか、効果収縮が起こっているかどうか、飲酒の肺がんに及ぼす関連性を見たオッズ比が喫煙ありなしで変わるかどうかを見るわけですね。 で、ここは、ピーチが0.01となりました。統計的に有意差を持って、2つのおつひ、層別で見たおつ比が異なるというところにエビデンスが得られたわけです。 でここでえ、モデルにインタアクションが入ってしまうと、えモデルのそれぞれのオ d s の解釈が一気に難しくなってしまいますので、まあ、あのここはあの打測ですけれども、念のため説明をしてみたいと思います。掛け算これ、点々というのが掛け算という意味で、掛け算の項がモデルに入った場合は、飲酒だけですね、飲酒単独の効果を見るオ d s というのは、これはどういう意味かというと、 スモークがゼロの場合です、ね、非喫煙者において飲酒がアウトカムに及ぶ関連性を見たオッズ比になります。ですので、先ほどの送別解析では非喫煙者です、ね、非喫煙者でオッズ比4.75に一致するというわけになります。でこの4.75とこの交互作用のオッズ比0.211を掛け算すると、喫煙者のオッズ比が得られます。ということは、 このインタアクションのオッズ比というのは何かというと、2つのオッズ比を割ったものということなんですね。1を4.75で割ると0.211になるということで、2つのオッズ比の比ですね。これが1かどうかというところをこのピーチというのは検定をかけています。 ここのピーチが0.01ということはこのオーズ比が1と統計的優位差を持って異なるということで総別で見た2つのオーズ比は違うというエビデンスになるこれがインタクションのピーチという考え方になりますでこのインタクションの考え方はもちろんハザード比を扱うコックス比例ハザードや平均の差を扱う線形回帰などでも同じコンセプトが使われますので非常に大事なコンセプトとなります まとめです。インタアクションは効果就職。英語でエフェクトモディフィケーションと言いますが、効果就職として捉えます。インタアクションはサブグループ間で効果が同じかどうかというのを見た解析です。インタアクションのピーチは回帰分析に掛け算の項を入れて調べます。ズバリ、インタアクションはと言われたら、はい。飲酒と肺がんの関連性はあると言えるでしょうかという質問に、it depends. というふうに答える。であれば、これはインタークションを言い表していると言えると思います。It depends on 納豆を食べないと聞きますが、納豆を食べると聞かなくなりますよ。と子供には有害ですが、大人には聞きますよと。特定の遺伝子があれば聞きますが、なければ聞きませんよ。という、効果を見るときに It depends ということになれば、これはインタークションを見ている解析となります。It depends の原則、ぜひ覚えてください。